皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりになったかなと思うんですけれども、こちらでございます。グレールさんで5万円分爆買いしました。私の結構定番な企画になってきていますが、毎回毎回大好評いただくので、今回ねグレールで5万円分また大量にゲットいたしました。でね、今回の購入品過去一レベルで可愛いので、皆さんマジで期待してください。ほぼほぼ当たりです。今回も全部ねちゃんと着て詳しく紹介していければなと思うので、参考にしていただいたりとか、一緒に可愛い可愛い思いながらぜひぜひ見てください。ということで、今回2022年春服の購入品を紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、ちょっと一回こちらの方たちには画面外にかけていただきまして、今回全部でなんと33点ありますので、なるべくテンポよくやっていきたいと思います。ではまず1個目がじゃじゃん、こちらでございます。ダイヤ柄 V ネックトップス、カラーがブラックでサイズが M サイズでございます。すごい今っぽいじゃないですか、このデザインが。私はまずそこで、あ、これ欲しいなって思ったんですけど、届いてみてもね、マジで生地がめちゃくちゃ気持ちよくて、すごく厚手の生地になってて、とても高見えするアイテムだと思います。もちもちとした感じの生地でね、でサイズも結構大きめに作られているので、私は168センチで結構高身長な方なんですけど、私でもすごくゆったりと着れるサイズ感になってます。すごいこれダイヤ柄が大きめになっているので、とてもインパクトも出るし、柄が大きい分ちょっと小顔に見えるかなっていう気もします。私の個人的な意見なんですけどね、っていう気もしてて、であと V ネックになっているので顔もすっきり見えたりとかするし、それもこんな感じになってまして、ふわっとした感じのお尻になってます。これ本当におすすめアイテム。こちらのお値段が1999円でございます。続きましてじゃじゃん、こちらでございます。アーガイル柄ビッグニットトップス、カラーがベージュでサイズが M サイズでございます。さっきのがダイヤ柄だったんですけど、こっちはねアーガイル柄のニットになってます。似てるは似てるんですけど、この色味だったりとかも、こっちベージュカラーになっているので、より柔らかい感じで、とても春らしさが出るかなっていう気がします。こっちは首元が詰まっているので、とても綺麗に着れます。これもねすごくもっちりとした生地で、とても肌触りも良くって着心地もいいんですけど、さっきのダイヤのやつに比べるとこっちの方が若干薄めかな、どっちかっていうと。でも全然ペラペラとかではないので、これもねすごく気に入ってます。袖はさっきのよりもちょっと短めな感じで、割とジャストな感じのお袖でした。こちらのお値段がなんと999円です。これ999円に見えないですよね、さすがに。びっくりしました、安すぎて。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ポロネックリブニットトップス、カラーがブラックでサイズが L サイズでございます。でこちらは色違いも購入しておりまして、オフホワイトでサイズが L サイズでございます。このニットがですね、ちょっと薄めかなっていう気がしました。なので逆に言ったらサマーニットとか、夏場少し寒いなって感じた時とかに着やすそうなトップスではあるんですけど、少し薄めなのでちょっとチープ感が見えちゃうかもしれないなっていうのは思いました。でもこの首元のデザインとかはすごく綺麗で、で私は少し袖が短めに感じたので、どちらかというと低身長さん向けなトップスではあるかなという気がします。でこれブラックとオフホワイト2色買いしたんですけど、割とどの素材どの糸でもちょっとブラックの方が若干なんて言うんだろう、固め、糸が固めになる傾向にあって、だからブラックの方がこのオフホワイトよりも少し生地がしっかりしてるなっていう風に感じました。同じ糸でもブラックと他のカラーとでちょっと糸のね太さというか硬さが変わってくるらしくて、まあ、なのでこれはブラックの方が私はおすすめかな。すごくシンプルなトップスなので、1個持っておいてもとても着回ししやすそうなアイテムになっております。こちらの値段が999円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ケーブル編みニットワンピース、カラーがグレーでサイズがフリーサイズでございます。ワンピースなのですごいゆったりとしてるので、私でもお尻が隠れるぐらいの丈感でございます。まあでも私逆にこれ1枚で着るのはちょっと短いかなので、すごいオーバーサイズなトップスとして私は着たいなっていう風に思ってます。でこれのいいところはね、すごくいろんな縫い方を使われてて、ここら辺はなんかケーブル編みになってるし、でこの袖のところもまた違う感じの V っぽい感じの縫い目というかになってたりとか、ここはすごい密度が濃い感じで縫われてたり、このサイドのところがまた違う感じで縫われてたり、本当にねいろんな縫い方がされてて、でニットでこんだけいろんな縫い方がされてるトップスってあんまりプチプラでは見かけないんですよね。そうなんですけど、これがグレールであって、まあ、でもちょっと静電気が起きやすいかなっていうのだけが少しあれかなっていう気がしますが、これめちゃくちゃ可愛くて本当におすすめ。こちらのお値段が
が1899円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらのトップスでございます。ショート丈シャギーニットトップス、カラーがアイボリーで、サイズがフリーサイズになっております。名前の通りすごく短めな丈になってます。ちょっとお胸が大きい方とかだと、もしかしたら引っ張られてめちゃくちゃ短く感じるかもしれないなっていうのは思いました。私はもう少し袖が欲しかったかな。生地もしっかりと分厚めなので、透けるとかいう心配もなさそうだし、こういうのはほんと1個持っておけばすごく着回しが効くアイテムだし、シャギーニットも今年すごいいろんなブランドから出てたりとかして、割と今季らしいトレンドのアイテムかなと思うので、それがグレールでゲットできるのはとても嬉しいなと思います。やっぱりホワイトとかってどうしても膨張色なので、でこのシャギーニットっていうのでちょっとふわふわっとしてる感じもあって、ちょっと着太りして見えちゃうかもしれないので、それが嫌だよっていう方はなんか濃いめなカラーだったりとか、そっちの方がいいかなと思います。こちらのお値段が1299円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ハシュクールボリュームスリーブショート丈ニットトップス、カラーがオフベージュで、サイズがフリーサイズでございます。私的にこれはね、オフベージュというよりすごい淡いパープル、ラベンダーカラーみたいな感じな色合いかなって思いました。結構ピンク味というか紫味が強めに出ているので、ベージュっていう感じはあんまりしないかな。前がこうカシュクールクロスされていまして、前にかがんだ時とか胸が出ちゃうんじゃないかなっていう心配だと思うんですけど、すごいフィットしてくれるので大丈夫でした。あとやっぱこれいろんな形で着れるなって思って、肩をグッと持ってきてコンパクトに着ても可愛いし、あえてこう肩落としてオフショルみたいな感じで着たりとか、片っぽだけちょっと落としてきたりとかで、ちょっとこう肩落としてきた時は袖がやっぱりその分下に行くので、結構ルーズな感じで着ることもできて、すごく可愛いトップスです。裾の部分がキュッとなっているので、ウエストも自然とキュッと引き締まって見えるようなデザインなので、スタイルアップ効果もすごくあって、ボディラインを綺麗に見せてくれるニットになってます。生地ももっちりとしてて、とっても着心地も良いです。こちらのお値段が1999円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。タートルネックダメージ加工ニットトップス、カラーがアイボリーで、サイズがフリーサイズでございます。このニットもね、めっちゃ可愛いですよ。名前の通りこんな感じでダメージが入ってるんですけど、ダメージの入り具合がすごい絶妙で可愛くて、こんな感じで袖にも入ってたりとか、首元も入ってるし、裾も入ってます。で、裾のね、この真ん中の部分がちょっとへこんでるの分かるかな、こうへこんでるんですけど、これがまたね、着た時に自然とこう真ん中が上がるデザインで、サイドにかけて落ちていくようなデザインになるので、シルエットもとっても綺麗なニットです。こちらはですね、色違いをゲットいたしました。こちらでございます。カラーがダークブルーで、サイズがフリーサイズです。この色もね、めっちゃ可愛い。これ木のブルーになってるので、とってもおしゃ見えします。これタートルネックね、折り返して着るのがまあ普通かなっていう感じがするんですが、これをね、上げてちょっとこうクシュって刺して着てあげてもすごく可愛かったです。好き嫌いはあると思うんですけど、私は好きだったので全然おかしくもないと思うし、そうやって着ても可愛いなって思ったのと、あと袖も本当にふんわりしてて、シルエットがめちゃくちゃ綺麗ですね。全然チクチクとかもしなかったです。こちらのお値段が1499円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。バックレースアップクラッシュ加工クロップド丈ニットトップス、カラーがアイボリーの、サイズがフリーサイズでございます。レイヤードして着るタイプのニットでございます。すごいショート丈のニットで、中はなんか T シャツだったりとかキャミとかを着て着るのがいいかなという気がします。で、これ名前の通り後ろがめちゃくちゃ可愛くてレースアップになってるんですね。これがもうめちゃくちゃ可愛いです。やっぱり丈感もね、すごくちょうどよくって、このトップスもね、おすすめです。これも生地は柔らかくって、着心地もめちゃくちゃ良かったです。そんなに分厚いニットっていうわけではないので、これから春先とかにすごくぴったりなニットかなっていう気がします。で、あとこれダメージがこんな感じで入ってて、袖のところに、袖のこの部分、下の部分もちょっと縫い方が変わってて、こんな感じでワンポイント出るような縫い方になってて、ここもすごい可愛いなって思います。で、あとは首元と裾の部分にもダメージが入ってます。こちらのお値段が1099円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。クロップド丈ボレロ×ハイネックタンクトップニットアンサンブル、カラーがグレーでサイズが M サイズになっております。まずはこのタンクトップのニットと、こちらがボレロになっております。まずこれも素材はちょっとふわふわっとしたニットになっておりまして、ただこれは若干
干、本当に若干なんですけど、私は少しチクって感じたかな。でも本当に若干です。敏感肌の方とかはちょっとそこはチクって感じやすいかもしれないんですが、でも生地すごくしっかりしているので、これもね割と高見えするアイテムですね。でなんか縫い方もこんな感じで上品な編み方になっているので、そこも高見えするポイントかなって思いました。タンクトップ中に着て上からボレロっていう感じなんですけど、ちょうどここのなんていうんだろう、脇のライン、ここが少し見えるような感じで作られているので、中のタンクトップは結構肩幅は狭めになってるなって感じました。なので私はこれタンクトップ単体で着るよりはやっぱりセットで着た方が可愛いかなっていう感じです。このボレロもねめちゃくちゃ袖丈が長いので、しっかりと丈感があって今っぽい感じのシルエットで着ることができます。こちらのお値段が1799円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。ハイネックダブルファスナーニットトップス、カラーがグリーンのサイズが M サイズでございます。このねニットはですね、めっめっちゃ可愛いおすすめアイテム。とにかくニットが肉厚でしっかりと重みがあります。なのでめちゃくちゃ高見えするアイテムだと思う。形もすごい可愛くて、袖もこんな感じでカフスの部分がちょっと長くなってて、ポワッとボリュームが出る袖になってて、でこの縫い方もねまた可愛いんですよね。ちょっとボコボコとしたワッフルニットっぽい感じなのかな。めちゃくちゃ可愛いんです。これが色もすごい可愛いですよね。結構淡みが強めなグリーンかな、パキッとしたグリーンカラーですね。でこれねダブルファスナーになってるので、全部こう上げてきても可愛いんですけど、ちょっと首元が詰まって見えちゃうので、上を開けてあげたりとか、下も開けれるので、下もこんな感じで開けてあげると抜け感が出てこなれ感が出るシルエットで着れます。すごい今流行ってるトレンドなアイテムなので、これがプチプラでゲットできるのめちゃくちゃ嬉しいですね。本当にこれおすすめ。違うカラーもゲットすればよかったです。こちらのお値段が1699円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。来ました、アニマル柄ゼブラ柄ネックニットカーディガン、カラーがオフホワイトでサイズが M サイズでございます。このニットもねすっごい気持ちいいです。すごいもちもちふわふわしてて、サイズ感も結構大きめになっているので、とってもゆったり着れて、袖もしっかりとね長さがあります。でこの袖もさっきのカーディガンとちょっと似てて、カフスはキュッとなってるんですけど、お袖の部分はボリュームがあってふわっとなるような感じのシルエットになっております。カーディガンはめちゃくちゃ着回しが効くアイテムなんですよね。本当に羽織っても可愛いし、肩から巻いてかけて着ても可愛いし、普通に前閉じて着ても可愛いし、結構長い期間着れる着回しが効くアイテムなので、カーディガン私も好きなんですけど、柄物のねカーディガンとか持っておくと、シンプルなコーディネートの時とかにワンポイントこうボーンと入れてあげるだけで、すごい可愛くコーディネートが決まれると思います。こちらのお値段が1599円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。ノーゲージハイネックカーディガン、カラーがグリーンでサイズがフリーサイズでございます。このカーディガンはね3色ゲットしました。こちらのブラックと、あとアイボリーですね。使いやすいモノトーンとちょっとワンポイントになるようなグリーンカラーをゲットいたしました。さっきのグリーンよりもより黄みが強いグリーンですね。抹茶みたいな感じのカラー、これ名前の通りローゲージになって、ちょっと縫い目が大きめな編み方になっておりまして、こちらもねカーディガンで前にボタンがあって、全部閉じてあげてハイネックで着ても可愛いし、2つぐらい開けてあげて襟を作って着てあげても可愛いトップスです。これはね意外と全体的にコンパクトな感じかなって思いました。さっきのがすごいボリューミーだったっていうのもあるんですけど、割と丈感もジャストな感じ、短くもなく長くもなくっていう感じで、お袖もちょっと短めかな、私はもう少し欲しかったなっていう風に思いました。なのでどっちかっていうと、まあ、低身長さん向けなアイテムではあるかなという気がします。生地はめちゃくちゃ柔らかいんですけど、編み目が粗い分ちょっと風通しはいいかなっていう風に思うので、あったかくなってきた時にぴったりなカーディガンかな。なんかすごくあの癖のないカーディガン、形もすごいシンプルな感じのカーディガンになっているので、誰でも本当に着やすいようなすごくノーマルなカーディガンだと思います。こちらのお値段が1899円でございます。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。襟付き肩アジアミクロップド丈ニットカーディガン、カラーがグレーのサイズがフリーサイズになっております。こちらのトップスもね私すっごい気に入ってます。めちゃくちゃ可愛い。袖感は結構ジャストな感じの袖感になってて、結構これもねボリュームのあるお袖になってて可愛いです。やっぱりシルエットも、生地もねこれも柔らかめになってて、さっきのカーディガンはどっちかっていうとちょっとモコっとした感じの、よりなんかこう毛糸っぽい感じっていうのかなだったんですけど、こっちは割とあっさりとした感じの糸で作られてるかなっていう気がします。アップで見ると分かると思うんですけど、襟の部分がね縫い方が変わってるんです。これめっちゃ可愛くないですか。こ
っても気に入ってます。ここが丈感もちょっとショート丈になってて、ハイウエストのパンツとかと合わせるとすごくスタイルアップして見えます。これ私今回グレーだけだったんですけど、色違いもゲットすればよかったっていうぐらい結構気に入ってるアイテムです。こちらのお値段が1699円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。ダイヤ柄ニットカーディガン、カラーがグレーでサイズがフリーサイズになっております。これまたダイヤ柄なんですけれども、めちゃくちゃ大きめですっごいゆるっと着れて、お尻もちょっと隠れるぐらいかな。袖もめちゃくちゃ長めになってますね。生地はどっちかというとあっさりめなニットですね。さっぱりした感じで、まあだから春とかすごくいいなっていう風に思いました。でこれがですね、わかるかな、チャコールっぽい感じの部分とこのグレーの部分と白っぽい感じの部分で生地がね違うんですよ。ここがちょっとモコモコってしてるのわかるかな。これがすごく立体感が出てとても面白い感じのカーディガンになっております。でこれはですね、色違いもゲットいたしました。じゃーん、こちらでございます。こちらがベージュでサイズはフリーサイズです。こっちの柄も可愛いですよね。さっきのこっちのグレーは結構まとまりのある感じでシンプルな感じだったので、すごくいろんなコーデに合わせやすくて着やすい感じだと思うんですけど、こっちのベージュカラーはいろんなカラーが使われてるんですよ。グレーとかネイビーとかホワイトとかブラウン系が使われてたり、オフホワイト系もあったりとか、いろんな色が使われてるので、そこが私もすごく可愛いなと思ってこちらのカラーもゲットいたしました。こっちのカラーはデニムとかそういうカジュアル系なコーディネートが多いなっていう方とかによりおすすめかなっていう気がします。逆にこっちのグレーの方はスウェットとかそういう海外系のファッションが好きな方とかに私はいいかなっていう風に思いました。こちらのお値段が1799円でございます。では続きまして、じゃじゃーん、こちらでございます。フリンジポケットニットカーディガン、カラーがイボリーでサイズがフリーサイズになっております。これもねすごくゆったりとしたカーディガンで、袖もねすごく長めに作られてるんですけど、でもその割には丈感はそんなに長いなっていう感じもなかったので、バランスよく着れる感じの形になってるなって私は思いました。生地もほんとなんか厚くもなく薄くもなくっていう感じで、ちょうどよく着られる生地感になってます。これは名前の通りこんな感じでポケットにねフリンジがちょっとついてたりとか、あとこの袖の部分とかポケットの上の部分とか立体感のある感じになってるので、着た時によりおしゃれに今っぽく見えるアイテムになっております。こちらのお値段が1899円でございます。では続きまして、じゃん、こちら今着ているニットでございます。多分みんな気になってたんじゃないですかね。配色ハイネックニットカーディガン、カラーがイボリーのサイズが M サイズでございます。こちらもねグレールのやつなんですけど、着てるっていうだけあってとってもねお気に入りのアイテムになっております。これ名前の通りハイネックなんですよ。実はボタンがついておりまして、これを閉めるとハイネックで着れるようになってるんですけど、私これだとちょっと首が詰まって見えちゃうかなっていう気がしたので、1個ボタン開けて襟を作って着てます。まあ中のねここが見えちゃうんですけど、でも全然おかしい感じも私はないかなと思うので、こんな感じで着てあげても可愛くておすすめです。これも生地めちゃくちゃ気持ちよくって、もちもちした感じで着心地もすごく良くて、袖も結構長めだしふわっとなってて、カフスも長めになってて色が変わっていることでとってもおしゃれに見えて可愛い。あとこの袖のねつなぎ目の部分だったりとか、襟のところとかのボタンのあるところとか、裾もこれ色違うんですけど配色になってるので、やっぱりそれがね可愛くてとてもお気に入りです。でこれはねもう一色ゲットいたしました。じゃじゃん、こちらですね、グレーのサイズが M サイズです。グレーの方はグレーとブラックの配色になってて、こっちのホワイトはね実はこれネイビーなんですよ。ホワイトとネイビーになってる、袖口とか裾の部分がキュッてなってるデザイン、タイトなデザインになってるので、すごくシルエットも綺麗に見えるし、これもめちゃくちゃおすすめのアイテムですね。皆さん買いです。これさっきこれちょっと上げてきたと思うんですけど、ハイネックの部分自体は結構太め、首が苦しいなっていう感じもしないので、ボタン閉じてこう上げてハイネックで着るのもおすすめです。でこちらのお値段なんと999円でございます。これはもう売り切れ案件だと思う。では続きまして、じゃじゃん、こちらでございます。トップス×ショートパンツセットアップ、カラーがブラウンのサイズがフリーサイズでございます。私はこれはね部屋着として着たいなと思って今回ゲットいたしました。すごいシンプルなロンティーとショートパンツのセットアップ で生地はね結構薄めで軽めなので、春とか夏初めぐらいとかまで全然着れるかなって思います。とっても気持ちいい生地でね着心地も良かったです。パンツはウエストがゴムと紐がついておりまして、後ろにポケットが1個ついております。こちらのお値段が999円でございます。セットで999円、めちゃくちゃお得だと思う。ほんと部屋着とかにバッチリのアイテムです。
ということで続いてボトムスに入っていきたいと思います。では続きましてじゃじゃん、こちらでございます。配色ステッチデニムパンツ、カラーがブラックのサイズは S サイズを購入いたしました。着用でもねずっと履いてたデニムパンツなんですけれども、これ S サイズなんですけど割とゆったりめに作られてると思うので普段のサイズよりも1サイズか2サイズとか下でもいいかなっていう気はしました。でも形はとっても綺麗でね、めちゃくちゃハイウエストです。これほんとこのチャックの部分見たらわかるかな、めっちゃ長いんですよ。すごくスタイルアップはして見えると思います。ただちょっとね履いてて若干内側のこのチクチクが私は気になったかな。ちょっとチクチクしたので敏感肌の方とかちょっとねあれかな、なんか中にタイツとかレギンスとか履いて履いた方がいいかなっていう気はしました。でもこれブラックのデニムなんですけどステッチがホワイトで配色になっててそれがとても可愛いですよね。ヒップのデザインもねすごく綺麗になってます。ほんとさっきのトップスの着が全部これ履いてたんですけど、とにかく何でも合わせやすい万能なパンツになってますね。こちらのお値段が1899円でございます。1899円でデニム買えちゃうってどういう世界線ですかね、ほんとびっくり。では続きましてじゃん、こちらでございます。テレコインナーショートパンツ、カラーがブラックのサイズが L サイズでございます。これはねインナーのパンツになってるんですけれども、これね生地も結構しっかりしてて伸縮性ももちろんあるんですけど、ウエストのゴムも結構強力なんですよね。だから私 L サイズなんだけど割とピチッとした感じでした。でまあインナーって書いてあるんですけど結構太めなんですよね、ゴムが割と厚いというかしっかりとしたゴムなので、なんかワンピースとかのインナーのパンツとして着るならいいかなって思ったんですけど、この上からボトムスパンツだったりとかウエストがあるようなボトムスを履くとゴムが分厚い分ゴワゴワしちゃうのかなっていう気はしました。でもこういうのもね持っていても使えるアイテムだと思うので、なので私は今回2色ねゲットしたんですけど、さらっとこっちがオフベージュになっております。これも L サイズですね。こういうベージュ系のインナーパンツとかは透けにくいので、なんかホワイトのボトムスだったりとかちょっと透け感が気になるなっていうようなボトムスを履く時とかにとっても使えるアイテムなので、1枚持っておいてもいいかなという感じです。こちらのお値段が999円でございます。では続きましてじゃじゃん、こちらでございます。ヒルティング台形ミニスカート、カラーがアイボリーのサイズが M サイズでございます。これねとにかく形がめちゃくちゃ綺麗です。これ写真だと私分からなかったんですけど、なんていうんだろう、ベロアベルベット素材の感じになってめちゃくちゃ高級感のあるスカートですね。なのでめっちゃ高見えすると思う。でも私今回ちょっとお尻がね心配で M サイズにしたのでウエストはそれに伴ってちょっと緩めだったんですけど、でもすごく形が綺麗なので台形っていうのがやっぱり足を細く見せてくれるのと、履いててもすごくシルエットは綺麗でした。でこれはねもう1色ゲットしてまして、じゃん、ブラックも今回2色でゲットいたしました。ブラックの方もね可愛いですよね。このアイテム割と私的になんか綺麗系な感じの方でも着やすいと思うし、私みたいに普段カジュアルな感じっていうかちょっと海外っぽい感じのコーディネートが好きな方でも着れるかなって思いました。なんかこっちとかはワントーンコーデとかしてあげたらめっちゃ可愛くないですか。これなんか白 T とか合わせても可愛いし、ブラックは定番のカラーなので1枚持っておいてもいろんなコーディネートに使えそうかなっていう気がしたのでゲットしました。これはサイドがこんな感じになってて、チャックとフックがついてるのでここで着脱ができます。こちらのお値段が1299円でございます。では続きましてじゃん、こちらでございます。ロゴ刺繍スウェットジョガーパンツ、カラーがグレーのサイズが L サイズでございます。スウェットパンツここ最近は本当にずっと流行りだと思うし、私もめちゃくちゃ履いちゃうんですよ。とにかく楽ちんだし、いろんなコーディネートに意外と合わせやすかったりするので結構履くんですけど、意外とこういうノーマルなグレーのスウェットパンツあんまり持ってないなと思ったので今回ゲットしてみたんですけど、生地もね全然ペラペラっていう感じもなくって割としっかりめな感じ でこれは裏毛になってるのでオールシーズン着れるかなっていう風に思います。こちらは2色買いしました。じゃん、ブラックでございます。なんか普段こうブラックのスラックスとか履く方とかでちょっと雰囲気を崩したいなっていう時とか、こういうスウェットパンツあったらめっちゃ使えると思う。でこっちのブラックの方は刺繍はホワイトになっております。これ私 L サイズにしたんですけど結構丈感もしっかりありました。でシルエットもすごく綺麗だったのでこのパンツもおすすめです。すごくグレーはねネイビーの刺繍になっててそこもおしゃれですよね。すごいカジュアルな感じで可愛いです。こちらのお値段が1499円でございます。はい、ということであとはもう小物ですね。続きましてじゃじゃん、こちらモールソックス、カラーグレーのサイズがフリーサイズ
になっております。もう一色ゲットしたんですけど、もう一色がこちらのベージュでございます。これねめちゃくちゃ気持ちいいですよ。見てわかるかな、結構モコモコとした感じのソックスで、なんかこういうのって結構脱げやすかったりするじゃないですか。私よくお部屋とかでね結構足が冷えるタイプなので靴下履いたりするんですけど、モコモコの靴下よく履いてて、私が普段履いてるのが緩めなのかな、結構脱げやすいんですけど、このソックスはちゃんと締め付け感があるっていうか、すごい足にピタってなってくれるので脱げにくそうだなって思いました。ではモコモコになってるからすごいあったかいし、これね冷え性の方とかおすすめです。可愛いしめっちゃ生地気持ちいいし、とりあえず気持ちよすぎて履き心地がいいので、ブーツとか履く時とかにも良さそうですよね。こちらのお値段が599円でございます。ではいよいよ続いてのラストでございます。ラストのアイテムがじゃじゃん、こちらでございます。厚底サイドゴアレザーブーツ、カラーがブラックのサイズが25センチでございます。サイドゴアの普通のブーツなんですけど、私サイドゴアのブーツ前ね一回ゲットした時にちょっと履きづらいなっていうのあったと思うんですけど、前動画でも喋ったと思うんですけど、なので一個プチプラなこういうブーツ持っておこうかなと思って今回グレールでゲットしたんですけど、これはすごい着脱もしやすくて、丈感もこんな感じで短すぎず長すぎずな感じでとても履きやすいブーツです。厚底になってるので身長も漏れたりすると思うし、結構ブーツの中でも軽めだと思うので履き疲れとかもあんまりしなさそうかなっていう風に思いました。こちらのお値段が2299円でございます。はい、というわけで以上でございます。いやー結構長かった、疲れました、皆さん大丈夫ですか。私は結構喋り疲れました本当にプチプラなので、だってほとんど2000円以下ですからね。最後のブーツだけ2000円超えたぐらいで、あとはもう全部2000円以下なので、それで5枚分ってなるとめちゃくちゃ大量になりますよね。そりゃどうだろう、みんな気になるものとかあったかな。今回は春服ということだったんですけど、まあ、ニットがやっぱり多めかな。春とかやっぱニット可愛いじゃないですか。なので今回ニットがちょっと多めだったかなっていうふうに思うんですが、まあ、ニットなので今から使えるものもあったり、逆に春にぴったりなニットのやつもあったりとかっていうので参考になれば嬉しいなと思います。でいつもねこのグレールの購入品を紹介した時にインスタでねリールも上げてるんですけど、今回もこのグレールの商品使ってコーディネート組もうと思うので、何体かぜひそちらも見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。